1億円シリーズ第11話なんですけども、吉谷さん、相続の方法ね、教えてくださってありがとうございます。調べていただきました。そして今回はですね、多くの方にも参考にしていただける最強の相続方法っていうのがあるんですよ。そしてこれはね、既得権益ですとか、それから不労所得の考え方にも通じます。さあ、どういったものでしょうか。私はですね、見たことはないんですけども、 YouTuber でラファエルさんというね、仮面をつけた方がいると思うんですよ。これ人気の方ですよね。途中でチャンネルがバンされたとかいう話も聞いたんですけども、私は動画をね、一回も見たことがないんですよ。ただあのラファエルさんっていう方がやっている手法ってのが、かなりのですね、相続に強い方法を使っているなってことを感じることがあるんですよ。もちろん法人再強説もあります。法人を作って代表者を変えることによって、法人口座に入る報酬はずっと維持されるみたいなね。で、法人の継承にはそれなりの税金がかかりますけども、やっぱりね、手間暇考えると非常に簡単だなと考えられるところあります。そして今回ラファエルさんを引き合いに出したのはなぜかっていうとですね、仮面をつけた YouTuber っていうところなんですよ。あれ、ラファエルさんの中に入ってる人って、例えばね、入れ替わっても分かりにくいと思うんですよ。もちろん声の感じとか仕草とかね、アイディアとかっていうもの全体を見ると違うんだと思いますけども、まあでも極端な話ね、あのラファエルさんを演じることができれば、中の人が入れ替わっても延々とですね、ラファエルさんは10年後も30年後も50年後も同じような顔形でですね、演じることができるんではないかなと思います。これこそが最強の相続法ではないかなと思うんですよ。で、これをですね、まあ、ラファエルさんがこういうことをやってますって言ったわけではないですよ。私はあの仮面をつけた YouTuber さんを一瞬見た瞬間にそういうふうに感じたんですよ。このラファエルさんというキャラクターは100年後もラファエルさんとしてですね、やる可能性があるなと、できるっていうことはできるなと思ったんですよ。でも私の場合は3年経ったら3年分年を取りますし、10年経ったら10年分年を取りますので、私の年齢とともにできなくなる可能性があるんですよ。他の方もそうですよね。ですからこれは限界のあるやり方になってきます。やっぱり何かね、ビジネスなり何かコンテンツなりを作ったら、相続する方法も考えておかなければならないのかなと思うんですよ。特にうまくいけばいくほど、その既得権益は相続する方法に全てがかかってきます。既得権益ですからね。これは YouTube で再生数がある一定のファンを捉えているっていうのは、すでにこれは既得権益なんですよ。できればこれを維持したい、維持したまま他の人にも譲渡したいって感じるのが、まあ、人のね、心ではないかなと思うんですよ。もちろん一代限りで終わるっていうのもね、一つの方法ですけどもね。で、この YouTube っていうのはある意味不労所得なんですよ。私が死後も、私が死んだ後も YouTube っていうのが存在する限り、おそらく私の動画っていうのは日々再生されるでしょう。すでにですね、私の動画が再生されない日っていうのはないんですよ。私が YouTube を始めた日から今日までですね、一回も再生されてない日っていうのは一日もありません。ということはこれはね、不労所得なんですよね。不労所得ということを考えたときに、やっぱりその不労所得を誰かに譲渡できるんではないかなと思うんですよ。譲渡しなければ YouTube なり Google が私の得続けていた報酬を横取りするだけです。まあ、横取りっていうか、規約には作ったコンテンツは全て YouTube とか Google に帰属するっていうふうになってると思うんですよ。もう長い間ね、利用規約も読んでないんですけども、私が見た時はそうだったように記憶しております。まあ、そういった形でですね、今回の動画っていうのは、自分が作った資産とかね、自分が作ってきたコンテンツ、自分の足元っていうのを、足取りっていうのを、足跡っていうのをどのように次の世代に渡していくか、どのように自分の身内に渡していくかってことがテーマになってくると思います。やっぱりね、1億円というシリーズですから、大きな資産を作ることを目標に動画を見ていただいていると思うんですよ。でしたらこの1億円、誰かに相続するための方法も知っておく、そして巨大な富を相続する方法を知っているっていうのが、すでに財産であり資産であり価値提供なわけなんですよね。このように考えていけばいいんではないでしょうか。それでは本日はですね、ラファエルさんに見る相続の方法とでもしますかね、タイトルはね。よろしくお願いします。